私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私はミカグラ・ミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。知らないなら知らないで特に問題ないわ。今のところはね。時が来ればおのずと知ることになるはずだから。デジタルモンスターラボラトリ、タルラボでもモントリーでも略し方は自由だけれど、私はデジラボをおすすめしているわ。私があなたを呼んだ。それは少し違うわ。あなたは私を呼んだの。あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたの。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の目で確かめてみて。Thank you.
無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、キョウちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん。またやっちまったか。それと、その呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。人前ではさすがに気恥ずかしい。キョウちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃキョウちゃんはキョウちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに。どこまで話を聞きました。今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。おお、では何者だい。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。
親の代からの付き合いでね、窮地の中だ、信頼もしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だよ。見かけによらずと思っただろう。ま、実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、出現それで何か事件ですか？依頼でしたらどうぞソファーにかけてお待ちを。今美味しいコーヒーを入れて。いや、いい、今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。京ちゃんも興味があるんじゃないかな。聞かせていただきましょうか。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい？お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究及び回復処置を行っているが、妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。上白のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後、上白エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は上白の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である上白のな。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、上白が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何か。ようやくですね。ああ、やっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあ、またな。君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に、ほら、いつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。そいつは、シャレになんねえよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。
背後で神城の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして神城も動くという。これは偶然か？いな、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合、開けごまが適当か。Thank you.
無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ、警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。さあ答えて。ひょっとしてクレミ？そうですか。いえ、何でもありません。エデン症候群について調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。潔白を証明しておきたいだけです。私は神城に世話になっている人間ですから、少しくらいならあなたの疑問に答えられると思います。治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。
でもきっと大丈夫です。いつかきっと目を覚まします。待つしかないんです。今は見ての通りです。エデン症候群の患者は皆一様に昏睡状態になる。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているんですか？ですか。最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。この人、あなたに似てませんか？ひょっとしてご兄弟とか。そうですか。でも他人の空似にしては。それは誤解です。間違いです。神城もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私が。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。こんにちは、ケビンさん。お仕事お疲れ様。ああ、今日もいい男ね。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋、リエ見てるだけでドキドキしてきちゃう。あー、我慢できない。つつつ岸部様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸部理恵、背後のお出まし。神城の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさい。おっと、私の方にも来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて、早く。ゆうこちゃん、お元気？リーさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかったと思いますが。ちょっとねえ、大好きなゆうこちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッときたのよ。またゆうこちゃんが暗い顔してるんじゃないかなって。ほら、つらいでしょ、いろいろ。別に。強がっててもお姉さんにはわかっちゃうんだな。
ところで、このところで何してたのかな。いえ、別に何も。ピクニック的な。はい。あ、いえ、違います。そのん、ゆうこちゃん、なんか変じゃない。私たちの他に誰かいたりして、ひょっとして彼氏とか。そんなことそれとも彼女さんかしら。ちょっと探してみたりして、あそこの部屋とかやらしいじゃなくて、あやしい。で出ていらっしゃい、ゆうこちゃんズラバーさん。このリエお姉さまがゆうこちゃんの保護者として責任を持って、手取り足取り腰取り、大人の階段をホップステップジャンプ。なんだ、誰もいないじゃない。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。私なんてゆうこちゃんくらいの時にはうふふ。それじゃ本命の彼の様子、覗きに行こっか。私たちが揃って顔を見せたら、きっと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人、どこへ。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。
自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだが、君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラーな被害者なのだろう。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない、慌ててもいけない、急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く、鉄頭鉄尾堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件を仕事をこなしていくうちに手がかりもつかめるだろう。安心しなさい、君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住もね。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待している。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯といこうじゃないか。海ぶどうつぶあんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが、味も方向もまた格別だぞ。では電脳探偵誕生を祝して乾杯。
あれだし、リアルでどうこうなるあれじゃないよね。けど、あの子たち、大丈夫かな。嘘！覚えてない？この八条も！ほら、私をかばってくれたデジモンたちだよ。ちょっと心配だな。あの子たちがいなかったら、きっと今頃…なんか私ってば子供の頃からああなんだよね。大事な時になるといつもビビっちゃうっていうか、頭が真っ白になって動けなくなっちゃうみたいな。君にも嫌な思いさせちゃったかな。
君もショッピングなう？へえ、電脳探偵になったんだ。あ、すごい！電脳探偵か。電脳探偵ね。電脳探偵。は？何それ？電脳探偵？別にいいけど。てか、いいか悪いかもわかんないけど、なんだかすごい思い切ったんだなって。まあ、ハッカーになるとかより全然いいかも。てか、ハッカーだよ。新た、あいつハッカーなんだよ。助けてはくれたけど、あれ、完全にハッカーだったよ。なんかちょっとへこむな。嘘つかれてたわけじゃん。あれから会ってないんだ。やだな、気まずいな。こういう時は地味犬の新曲でも聴いて、悪魔的になろう、老人形になろう。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さすが中野に住まう人々といったところか。さて、次は街に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に溶け込めるかどうか。新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せあの姿を目撃されたのだから。その間、私は私の仕事を片付けさせてもらう。又吉刑事にも調査結果を報告しておかないといけないのでね。それと、一つ重要なことを伝えそびれていた。君の母親のことだ。親御さんが仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪、すぐに退院すると連絡して引き止めておいた。君からも連絡して安心させてあげたまえ。親御さんの様子はどうだったかな？うん、問題なさそうだな。安心したようで何よりだ。これからは連絡が来ることもあるだろう。親御さんの件は君に一任する。しっかり対応してもらう。これは人の子としての義務でもある。では行動開始だ。新宿へ向かいたまえ。おたけ、なんともなかったんだな。お、俺か。ま、見ての通り、こっちも一応問題なしだ。強いて問題を探すとしたら、ノキアのやつかな。資金には刺激強すぎたはずだぜ。ま、ほとんど自業自得だけど。にしても、
あの化け物。初めて見たぜ。なんとなく噂には聞いてたけどよ、他のデータを捕食する危ねえプログラムがあるってな。あの後運営に問い合わせてみたんだが、知らぬ存ぜぬの一点張りだ。どう考えたって不自然だと思わないか。あんなもん運営が気づいてないはずないだろ。どうにも気になるんだよな。ちっとばかし本腰入れて調べてみっかな。少なくとも公式のイベントや底辺ハッカーの悪ふざけってんじゃなさそうだ。ん？俺がハッカーかどうかって？まあそれはなんつうかあれだな、うん、まああれだわ。あっと、俺約束があったんだった。そんじゃまあ行くわ。またそのうちな。お前こんなところで何やってるんだよ。おふくろさんとこ行ったんじゃねえの？海外、あーなんつう国だっけ。なあさくら、どこだっけ。そうだね、群馬。ば、絶対ちげえよ。つうかそれ外国じゃねえよ、日本だよ。そうだね。たく、最近ずっとこの調子だよ。なんか地味犬にハマったらしくてよ。四六時中地味犬地味犬うるさかったと思ったら、今度はこんなだよ。家じゃずーっと地味犬の PV 見てるらしいしよ。さすがに心配だぜ。つーか、お前だよお前。海外行かずに何やってんだ。で、電脳探偵？なんだそりゃ。なんかすげえ熱くなる響きだな、電脳探偵。なあさくら、聞いたかよ、こいつ電脳探偵になったってよ。おいおいってば。サワサワ。うわあ！今ならいけると思ったんだ。つうかお前、地味犬知ってんの？バンドだよバンド。なんか最近地味に売れてんだぜ。何がいいんだか俺にはさっぱりわかんねえけど。まあ曲はそこそこ良かったりするけどよ。とにかくお前が電脳探偵になって学校サボりまくってるってことは分かった。送別会したのにな。俺泣いちゃったのにな。けどこれからもお前に会えるならいっかな、さくら。まあそういうこった。
秋頃目撃された君の姿も大した騒ぎには発展しなかったようだな。その様子ならば君も大手を振って街を歩けるだろう。ところで話は変わるが、君に新しいエデンアカウントを用意した。現在君のアカウントはエデンネットワーク上で正しく認識されていない。そのため通常手続きでエデンにログインできない。コネクトジャンプで侵入できるとしても不正なアカウント扱いではまともにサービスを利用できない。そのような状態では職務にも差し障る。今後は用意した新規アカウントでログインしたまえ。さてそろそろ時間だな。おやつ？なるほど、私のコーヒーを期待しているのか。お預けを食らわせるようで心苦しいが、お楽しみのコーヒーブレイクはもう少し後にしよう。仕事の時間だよ、助手君。あの、クレミ探偵事務所はこちらでしょうか？約束した時刻通りか。ようこそクレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。失礼します。あなたは？おお、君たちは知り合いか？いえ、知り合いというほどでは。ふん、まあいいでしょう。依頼人の山科優子さんですね。はい、私が山科優子です。では依頼内容を伺いましょう。そちらのソファーへおかけください。はい。父が、私の父が消えてしまいました。消えたとは？行方不明になってし、探偵さんには消えてしまった父、山科誠を探し出してほしいんです。お父様に関する情報はありますか？はい、父の基本的な情報はこちらに。データを送ります。ですがその中で手がかりになりそうなのは、父が使っていたエデンのアカウント情報くらいで。アカウント情報を問い合わせると現在もアクティブな状態なんです。でも呼びかけても応答しない。全く反応がありません。父を見つけ出してください。わかりました、お引き受けしましょう。よろしくお願いします。ではすぐに調査を開始しましょう。進展があればお知らせします。連絡先を教えていただけますか？いえ、その必要はありません。しばらくしたらまた来ます。それではこれで失礼します。なるほどな。山科誠のアカウント情報が確認できた。結論から言えば、このアカウントは何者かに乗っ取られている可能性が高い。アカウントの動きに不自然な点が多々見受けられる。同時に複数の山科誠がエデン内をかっ歩していたりな。最近巷をにぎわしているアカウント狩りに間違いない。君にはまず現在もアクティブな山科誠のアカウントの追跡から始めてもらう。アカウントの乗っ取りは往々にして組織的な犯行であることが多い。エデンで聞き込み調査をすればアカウント狩りに関する情報が何かしら得られるだろう。出番だ、ワトソン君。エデンへ赴き聞き込み調査をしてきたまえ。
you